ケン君がアメリカ行って5年半ではい。人種差別っていうのはあった？人種差別はなかったですね。ただ、ジョークで笑われることは多かったですけど、例えばそれが、自分が仲いいチームメイトとかクラスメイトとかにジョークでこう言われる分にはありましたけど、こう全く知らない人からこう通りすがりの人にこうなんか差別的な発言をされたりすることはなかったですね。この前、ケイ君の先輩の野村優太と話してて、で、優太はゴールキーパーだから、その試合中にもうゴールネットの後ろに立たれて、人種差別みたいなことを結構言われてた時期もあるのよ。で、多分その頃はゴール裏っていうのは今立ったらダメだけど、立てる時代だって。で、もう一つは NAIA だから、スタジアムじゃないのよ。そうですよね、グランドで。そう。いや、ケン君の場合だったら、スタジアムだから、一般客がゴール裏に立つっていうのはありえない話じゃん。そうですね。でも、試合中に、じゃあこう、なんか、日本人がとか、アジア人がっていう人種差別っていうのはあった？試合中はなかったですね、1回も、多分。あと、特に NCAA は、他のリーグわかんない、NCAA すごい、そういうトピックに、センシティブっていうか、すごい敏感で、そういうのがあると、すぐ、その大学が、側にこう、多分 NCAA から通知が来たり、警告注み意たがいなの入がるよ来ね。るんで、多分アメリカすごい、特に、今はそういう人種差別、アジア人に対してっていうよりは、多分もともとやっぱヒストリーがあって、白人と黒人のこの人種の壁というか、そういうのは特にすごい、日本、アジア人っていうよりはそっちの方が多分すごいあるんですけど、なんですごいと、なんて言うんだろう、センシティブですよね、アメリカ人は。なんで、NCAA はちゃんとしてるよね、そこは。そうですね。なんでそういうのがあるとすぐもう話題になるっていうか、警告とかも受けると思うんで、その大学とかクラブが。ほとんどなかったですね、NCAA は。いや、でもそれは良かったよ。もう5年半。そうです。ね、5た年半いだ、たら1回ぐらいはあってもね。なんかもうジョークみたいなのは多いですけど、例えば、なんかその逆に黒人と白人のこの、ここがセンシティブすぎて、アジア人はちょっと、なんか、メイクファンの言うぐらいのはオッケーみたいな。例えば、こう、ちょっと、ジャッキー・チェーンとかいう、なんかこう、なんて言うんだろう。濁ら、なんか、笑いに変えれるような。黒人、それでなんか笑えるから、まだいいみたいな感じのはあるんですけど、例えば、それを白人が黒人に対してこう、言ったら、もうそれ笑いにならないし、そう本当でにす人ね、種そ差こが別みたいね。な。だから、そのちょっとアジア人のこのテイストは違うんですよね、っていうのは、特に感じますね。なんかアジア人はちょっとジョークにできるみたいなそうのはあね、りますね。だからそこはちょっとたまにイラッっていうのはありましたけど、チームメイトで例えば、その白人のチームメイトが俺にこう、アジア人のちょっとしたジョークを言ってくる、中国人だとかチャイニーズだとか言ってくることに対して、それを同じようなテイストで黒人に言うと、ちょっと違うっていうのがアメリカの状況というか。まあね、喧嘩になっちゃうからね、本当に。そうなんですね。それが、なんかちょっとまあ、こっちからしたら、ちょっと、何この、同じようなこと言ってるのに、てか、これを黒人に言えんのとかっていうのは、ちょっと心の中でありましたけどね。そっかそっこのアか。ジア人に対してはジョークを言ってもいいみたいな、こう、ボーダーラインみたいなのがあるじゃないですか。こう、一線があって、っていうのは、ちょっと寂しく思ったりしましたけどね。なるほど。はい。オッケー。